ST マイクロエレクトロニクスが送る STM さんに開発エコシステムによる開発実習にようこそ。 STM さんにマイコンの FA をしております石塚です。この実習を通して STM さんにの開発実習の流れをぜひ体験しご活用ください。それでは始めましょう。この実習では大きく3つのパートに分かれており、1イントロダクション、2開発実習、3まとめです。開発実習は4つのパートに分かれており、1 GPIO を使ったルチカ、2 UART を使ったループバック通信、3 SPIO を使ったデータ送受信、4 ADC を使った電圧読み込みです。本実習の目的は STM32 マイコンを今まで使用したことのないソフトウェアエンジニア向けに実際に使用していただき、理解を深めていただくことです。上記の目的を達成するために、STM32 評価ボードを用いて、マイコンが持っている各種ペリファラルをそれぞれ動作させます。次に概要です。本実習では、STM32 評価ボードを用いたソフトウェア実装体験を通し、関連ツールの使い方、ライブラリの使用方法、代表的な4つのペリファラルの使用方法を学びます。次に使用機材等の説明をいたします。大きく2つ、ハードウェアとソフトウェアになります。まずハードウェアです。本実習で使用するのは ARM Cortex M4 ベースのマイコンである STM32F401RE が搭載されたニューコレオ F401RE ボード、 PC とボード接続するための Type A Mini B USB ケーブル、 SPI 実習で使用するメスメスタイプの接続ジャンパーケーブルを4本、ADC 実習で使用する可変抵抗ボードです。普段実施しているハンズオンセミナーでは、可変抵抗ボードを私どもでご用意しておりますが、お手元にない場合は、資料にございます回路を参考に自作等をご検討ください。次にソフトウェアです。まず1つ目は、エコシステムの中心となります弊社独自のコード生成ツールであります STM32 CubeMX、 次に CubeMX と合わせて使用する STM32 F4 シリーズのファームパッケージであります STM32 CubeF4 パッケージ、 CubeMX で生成されたコードを編集、ビルド、デバッグを行う IR 社製統合開発環境の EWARM、 最後に UART 実習で使用するターミナルソフトの TeraTerm です。配布しております資料には、各ツールのダウンロード先のリンクを埋め込んでありますので、クリックしていただき、ウェブブラウザ等で開いてツールを入手してください。先の3つはユーザー登録が必要となりますので、あらかじめご了承くださいませ。ここで、今回使用いたしますニュークレボードに搭載されているピンの簡単なご説明をいたします。ニュークレボードでは、64ピン QFP パッケージのすべてのピンを接続して使用できるよう工夫されています。一部のピンを使った Arduino Uno 準拠の Arduino 端子と、すべてのピンを取り出して使える ST 独自の ST モルフォコネクタです。このスライドと次のスライドで Arduino 端子のピンアサイメント、さらに続く2枚のスライドで ST モルフォ端子のピンアサイメントをご紹介しております。SPI 実習、ADC 実習の際には、ジャンパや可変抵抗を接続いたしますので、ボードに付属のカードやこの資料を手元に置いて作業をしてください。先に説明差し上げました通り、4つのペリファラをターゲットにソフトウェア開発実習を行います。流れとしましては、STM32 CubeMX を使って初期化コードを生成し、次に EWARM 上で生成されたプロジェクトファイルを開き、必要なコードをソースコードに追記、ビルド、実機にてデバッグと動作確認となります。ここで注意点が2つございます。まず1つ目に、STM32CubeMX で生成したプロジェクトは、
最適化がハイの設定になっていますので、最適化により意図した動作にならない場合があります。次に STM32CubeMX では規則に従ったソースコードへの記述を行った場合のみ、追記したユーザーコードは初期化コード再生成時に保護されます。この規則を守らないで開発を進めた場合、ピンの追加等で初期化コードの再生成を CubeMX で行った際に、追加したユーザーコードが消滅してしまう恐れがあります。この点に関しましては実際の実習内にて再度ご説明いたします。これから4つの実習を進めていきます。お手元には資料とビデオ、ボードや付属品の準備はできておりますでしょうか。次のスライドにこの先の実習や実際に STM32 を使って製品開発を行う際に便利なインターネットで入手可能なリンクをまとめましたのでご活用ください。これでイントロダクションを終了します。続いて実習に入ります。 STM32 開発エコシステムによる開発実習 GPIO 実習編を開いてください。